じゃがいもの皮を湯落としに利用する方法。じゃがいもの皮で油汚れが落ちることをご存知でしたかしかもエコフレンドリーですよ。じゃがいもの皮はキッチンで役に立つと知っていましたかそうです。リン酸塩を含む市販の洗剤の代用として使えるのです。健康を害さないだけでなく、水を汚す恐れもありません。 じゃがいもの皮が油汚れに使えるということを知っている人は少ないでしょう。今日はどのように利用できるかを詳しく見ていきましょう。じゃがいもの皮を湯落としに利用する方法。上述しましたが、じゃがいもの皮は市販の洗剤と違って化学物質を含みません。有害な化学物質がから来るアレルギーを心配する必要はありませんし。 環境を守ることにもつながります。ですが、覚えておきましょう。保存はできませんので、ある時に使い、使ったらすぐに捨てましょう。油汚れを何とかしたいと思う時に、じゃがいも料理を作るというのも一つのアイデアですね。では、使い方を見ていきましょう。じゃがいもの皮でこびりついた汚れを落とす。 上述したように、ジャガイモの皮に含まれる成分が油汚れを取り除く助けとなるでしょう。ジャガイモの皮で作った液を使えば、お皿やカウンター、服についた油汚れを取ることもできるかもしれません。例えば、お気に入りのブラウスに油のシミ画がついてしまったとします。心配はいりません。ジャガイモの皮で汚れた部分をこすりましょう。 ですが、特別なケアを必要とするデリケートな素材でできたい服の場合は、この方法は使えません。表示をよく読んでから言ってください。また、油で黒くなってしまったキッチン器具をきれいにするのにも使えます。じゃがいもの皮で黒くなってしまった面をこすりましょう。2から3分置いてから洗い流しましょう。 じゃがいもの皮を利用する方法。じゃがいもの皮を使うと素晴らしい点があります。地球に優しいだけでなく、使いやすく、油汚れがあっという間に綺麗になりますよ。使い方。じゃがいもの茹で汁は、皿やフライパン、鍋、キッチンキングにこびりついたしつこい油汚れを柔らかくしてくれます。 茹で汁が熱いうちに、線をしたシンクや洗い桶に入れます。油を落としたい皿やフライパンなどをつけます。15から20分つけておきましょう。スポンジでこすり、汚れを落とします。その後きれいな水で洗い流します。次に、 沸騰したお湯に新鮮なジャガイモの皮を浸して混ぜたものを使う方法をご紹介します。沸騰したお湯にジャガイモの皮を入れて30から40分置きます。勢いよくかき混ぜましょう。泡立ってくるはずです。熱が取れたら冷蔵庫に入れます。そのまま一晩置きましょう。翌日には使うことができます。 ジャガイモの皮と塩。上熟した方法では十分ではない場合、少しずつ塩を加えてパワーアップさせることができます。この方法は焦げついたり油汚れがひどい場合に良いでしょう。オーブンやタイル、まな板の掃除にも使えます。材料、荒らしを必要なだけ、ジャガイモの皮、作り方、 綺麗にしたいものを数分温めます。綺麗にしたい面に嵐をかけます。火傷しないように気をつけましょう。じゃがいもの皮を使い、円を描くような動きで数分間こすります。綺麗になったら洗い流して乾燥させましょう。エコでいきましょう。 環境を考えたエコフレンドリーな素材を使うことは、地球を守るだけでなく、私たちの体も有害な物質から守ってくれます。市販されている化学物質を使った商品の多くは、呼吸器のトラブルや皮膚トラブルなどを引き起こす、揮発性有機化合物を排出します。環境のことを考えることはとても大切です。 他人事ではないのです。私たちの住む地球をこれ以上痛めつけることはできません。一人一人がその意識を持って自分にできることを行うべきなのです。最後までお読みいただき、ありがとうございます。あなたも大切な地球を助ける一人となってくれることを願います。こちらの記事もおすすめです。